こんにちは、ゆうきがしゅうです今日は二ト社の「ザ・空気バージョン3」そして彼は去ったという芝居の話をしますこの作品は2017年のザ・空気それからその翌年2018年のザ・空気バージョン2誰も書いてはならぬという作品に続く ザ・空気バージョン3というわけです作演出が永井愛さん永井さんはパパのデモクラシーとか王外の怪談などといった作品が思い出されます現実の政治体制を扱って非常に鋭利な切り口で切り込むという作品が多いです 今回の作品はまさに現在を扱っておりニュースの報道番組で新政権の4か月を振り返ってといったような番組をやることにも菅内閣の現状といったものを鋭く描いていると感じがします。まさに今を描いている。 芝居だと言ってよいでしょう日本学術アカデミーという名前になっていますが日本学術会議の会員の一部が候補者の中でから任命されなかったとかあるいは編集権といった問題を扱う作品になっています。このタイトルにある「そして彼は去った」と。 いうタイトルにある去りゆく男は政治評論家の横松照夫ですそしてこの横松を佐藤美作さんがとてもよく演じています社会部の記者であった頃は体制批判を行う講演などをしていたけれどもそれが編集委員を終えて 政治評論家になった途端に体制に迎合するといった変説ぶりこれをよく描いていますそしてそのテレビ番組のチーフプロデューサー星野体制批判をした結果更迭されアーカイブ室長に転出するわけですけれどもその最後の番組を行う チーフプロデューサーの星野これを菅野美鈴さんが演じています大変に説得力のある演技ですこの佐藤美作さんと菅野美鈴さんという二人のベテラン巨匠に加えて三人の若手の俳優が登場しますチーフディレクターの 新島を和田雅人さんが演じています非常に仕事熱心な様子が現れて現れていますそしてこの人はチーフディレクターを10年やってるわけで非常に情熱をかけて仕事をしているという雰囲気ですそしてアシスタントディレクター AD の袋川 を金子大地さんが演じています新人のフレッシュな感じがよく表れていますそしてこのニュース番組のサブキャスターを務めているのが橘という女性ですが菅花江さんが演じています若々しいサブキャスターの様子を表しています このお芝居は政治評論家の横松がテレビ局の控え室に到着する場面から始まります。その部屋はかつて桜井という名のキャスターが自殺した首をつって自殺した場所なわけですけれどもその雰囲気から始まります。現状の コロナ感染の様子をよく表していて検温を入り口でやっていますが度でしたそして再度検温しても37.4だったらこのまさにこの部屋からあ中継でリモートで中継して登場していただくことになるというふうに告げられます。携帯電話が非常に 芝居の中で多く使われていていメールが強送されて CC で関係者全員に送られてしまうといったところとか非常に今まさに現代という感じがします。また最初この部屋に通された横松がドアを少し開けて 若いアシスタントディレクターがドアを少し開けているんですけれどもピタッと閉めろというふうに言ってそれに対して、まあ、こういう時期ですから風通しが良い方がいいかと思ってみたいなやり取りがあってこれもコロナの状況を表しています非常に今まさに行われているという現在今を演じているという感じが強くしました。そして 体制批判の報道を行ったゆえにアーカイブ室長に転出する星野その最後の放送の日なんですけれどもその番組の中でそのリハーサルをやっていると現政権を表して横松は非常に総理は手堅く話しているとか適切な言葉を選んで話しているといったふうな 表現から始めるんですけれどもだんだん熱がこもってくると彼の言葉は本心を隠すものでしかないだからあんな暗い目になるんだといったようなそして最後は日本学術会議の候補者に対する採点表というのを作っていてこれを スクープとして放送することになるんですけれどもそれを準備をしている様子が描かれていますまあこの日本学術会議の候補者の採点表を官房調査費を用いて作ったということがスクープになるかどうかはわからないんですけれどもこれが非常に大きな ネタとして扱われていますその過程で19年前の公演の映像というのが流れるんですけれどもこれは官房機密費を批判するものとなっています19年前ですから2002年なんですけれどもその際に官房機密費を用いて 野党を接待したと言ったような内容の講演で非常に政権に対し体制に対して批判的ですでもこの映像の場面を実際演じているわけですからカツラを変えたりしていますがこの20年前19年前のですねいや,い,やいや雰囲気を出しているのが非常に 佐藤美作さんってのは「大大しししたた役者だと大したもんだとともんいう感じがしますザ・空気バージョン3」ということで「ザ・空気」ということですがこれは一つには2回出てきまして一つには自殺した人がい,るいたと自殺者がいたというその部屋の空気その空気に 何か寒気がするようなものを感じさせるという意味ともう一つは多くの日本人はその空気を読んでその体勢に順応してしまうものだという空気を読むという場合の空気この二つがかけられています。装置はいくつかのドアがある部屋になってまして。 その非常口という表示とかエレベーターの表示が変わることによって別のフロアの別の部屋だというふうに、えー、分かるようになっています。そして真ん中のところに非常口が見える大きな窓があるんですけれどもこの窓の部分はスクリーンになったりします。そこでさっきの政治評論家 横松の二十年前の公演が流されたりあるいはこれからまさに放送する BS のニュース番組の開始直前の様子が映ったりしますいろいろあって結局は彼はそのゲストスピーカーとしての役割を果たせないで 去っていくわけですけれども全体として非常に今まさにこの現代を扱う芝居になったと思いますどうもありがとうございました演劇は人生の重要な一部であると思われる方はチャンネル登録願いますそれではまたお会いしましょう